待って、近っ。あ、でもさ、もしかしてさ、船長さ、実は、秘めたこだわりがあったんだけどさ、こだわりの話をしていいか、キマジ。船長はね、顔のアップと、顔のアップか、ちょっと引きだったらどっちがキマジって嬉しいかなって考えてたんだけど、でもキマジってさ、やっぱりさ、絶対おっぱいが見たいはずだから、船長ね、こだわりがあって、必ず画角にはおっぱいを、ねじ込むっていうのは、本当にこだわってて、船長の、サムネイルとかザーって見返してみてほしいんだけど、船長サムネイルに必ずおっぱいをねじ込むようにね、非常に気をつけてるんです。元のエシ様のイラストを斜めにしてでも絶対におっぱいをねじ込む。このね、縦横比的にだいたいTwitterに上がってるイラストって縦に長いイラストが多いので、こうピタッとはめるのが難しいんですけど、この 1980×1020 にピタッとはまるのが難しいんですけど、もうそこにはめるとしたらば、もうとにかく斜めにしてでも無理やりにでも絶対におっぱいをねじ込む。やっぱさ、おっぱいが映ってた方が絶対嬉しいじゃん。船長はおっぱいが映ってなかったらなえるよ。だから絶対おっぱいを入れるぞという覚悟でね、うん、ファンザでね、動画見るときとかもね、必ずおっぱいを見るね。船長顔見てない、もうもう顔は見てない、おっぱい見てる胸のフェチなんだよな。うん、ノエルと喋るときもおっぱいしか見てない。うん、たまに顔見るけど、もうなノエルのこと思い出したら顔よりおっぱいが先に浮かんでくるもんねみたいな感じですねだから船長こうやって